マヤ遺跡マップセイバルは、グアテマラ、ペテン県のパシオン川西岸の急瞬間断崖の丘陵上に位置するマヤ遺跡である。先古天気中期初頭から古天期週末まで、清水を繰り返した。この遺跡の名前は、本来、セイバの木のある場所という意味の現地スペイン語で、シーバルと綴られていたが、講述するような理由で、サイバルと綴られることが多くなっている。 また、少なくとも55期に及ぶ、積成記念碑が確認されており、そのうち21機が、石堀の状態が良いことで早くから注目されてきた。セーバルの中心部は、1平方キロにわたっていくつかの丘陵上に築かれ、大きく3つに分けられ、西側から、A、C、D と名付けられている。最盛期となった、古典期週末の人口は、 ハーバード大学の調査隊による家屋の存在を示すマウンドの数や濃度などによって1万人に達したであろうと推計されている。セイバルはパシオン川西岸の階段上で急瞬な断崖の丘陵上にあり、まず川から50メートルほど上がったところに踊り場上の地形がさらに30から40メートルほどの飛行差でグループ D の建造物群がぎっちりと築かれた丘がある。 グループ D の丘は、東西約200メートル、南北約400メートルほどの楕円型に近い形で、北側に、飛行差30から40メートルの深い谷、南側に10から20メートルの谷があり、さながら天然の要害である。グループ A からグループ D までの建造物群はそれぞれ、包み道と呼ばれる通路で結ばれていて、グループ D からグループ A に向かって、包み道、 愛を西側に行くと、10メートル未満の比較的野菜、谷を隔てて、グループ C がある。グループ C の建造物は、最も小規模で、マヤ独特の長方形の建物が中庭を囲む、小グループが広い範囲で、散在的に分布している状況が見られる。A、D グループの個々の建造物が、構築物 A 何棒ないし、D 何棒と呼ばれるのとは異なり、この小グループは、 ユニット C 何ーという番号でしばしば呼ばれる。グループ C で南側に包み道が分岐し、南側に伸びる包み道を分岐点から南方150メートルほど行くと、東西約70メートル、南北約31メートルの球技場が包み道2の西側に接している。分岐点から南に500メートルほどの地点には、 古典期終末段階の中央高原の影響を受けたと思われる円形状プランを持つピラミッドがある。グループ D から、包み道 I と、その延長である包み道3を正方450メートルほど行くと、グループ A に至る。グループ A は3つのプラザを持ち、中央プラザは南北200メートル、東西100メートルほどで、北東に、ピラミッドへマイナス18、東側に、 神聖文字の階段、西側に A-19 と呼ばれる、小級儀場と南西に A-20 と呼ばれるピラミッドに囲まれている。中央プラザの南側に南プラザがあり、その西側に南北70メートル、東西60メートル、プラザからの高さ18.5メートルの聖バル最大の建造物 A-24 があり、南プラザの中央部には、 古典紀州末期にあたる十爆ンの長期歴の日付と、メキシコ中央高原風の人物像が刻まれている、ことで知られる著名な石碑群を抱える、建造物 A-3 がある。1892年に、グアテマラ政府によって、フェデリコ・アルテスが、シカゴ万博博覧会のグアテマラブースに出品する、目的で、マヤの石碑の型取りを行うために、 ペテンのマヤ遺跡の倒査を行ったのが本格的な学術調査の始まりであった。アルテスはアルフレッド・モーズレーの下で型取りの技術を習得したゴルゴニオ・ロペスとセイバルの状況に詳しい地元ガイドのエウセビオカノを連れてフローレスからサヤすチェケイユで遺跡の目前で遺跡名の通称となっているセイバの木の近くを通ってセイバルに訪れた。 ここから6本ほどの石彫りで型取りを行い、翌年グアテマラシティにある新聞社エルグアテマラティコ氏に持ち込んで記事を掲載した。ところで、アルテスは元々の通称であったセイバの木のあるところという意味のシーバルという名前についてこの素晴らしい遺跡にふさわしくないと考えていた。それで別の良い名前はないかとカノに相談したところ、 セイバル近辺に生息する鳥の名を使用したらどうかと提案したのが採用され、シカゴ万博では、セイバルではなくサックスタンクイッキーという遺跡名で、石彫りのレプリカが型から起こされ展示された。1895年7月、ハーバード大学ピーボディ博物館の助手であった、テオベルト・マーラーがカノと共にセイバルを訪れ、グループ A の地図を作成し、 同グループの石碑のクリーニングを行い、写真撮影を行った。マーラーは1896年にドイツ語による報告書を刊行した。1905年にもマーラーは、セイバルの動作を行い、自らが作成した地図に部分的に修正を加えた。1906年に刊行した英語の報告書では、サイバルの綴りを使ったため、 英語圏の研究者は、サイバルの綴りを使うようになった。1908年に訪れた時には、石碑について1番から11番までの番号をつけ、国名に写真撮影を行うとともに詳細な記述を行った。マーラーは、破片になっている石碑についても、無文のものと何かが刻まれているものとに分類を行い、表採した異物についても記述している。 1914年と1915年に、ハーバード・スピンデント、シルベヌス・モーレイが倒査を行って、建造物群のまとまりに、グループ A、B、C、D と名称を付けた。モーレイは、グループ A、中央プラザの構築物 A-14 の西側正面にある、小形文字の階段及びグループ D の南方 2km に、ある一組のプラザを持つ。 小規模な建造群であるグループ B の遺構群を確認し、その際石碑12号を発見した。また猛霊ーーは、名文が良好に残った8号から11号に刻まれた長期歴の日付を9.14、10.00から10.2、0.00であることを読み取り、セイバルが古典期終末期のセンターであったことを明らかにした。現在では、 セイバルの中心部分について言及する場合は、グループ A、C、D の名称のみが使われる傾向にある。1948年、バーナム・ブラウンが訪れ、13号石碑を発見した。1961年が明けると、ジョン・グラハムとテモセフィスクが、アルタルでサクリフィシオスにキャンプを設営した際に、セイバルにも訪れている。グラハムらは、マーラーや、 もう例の地図に載っていないマウンドや14から16号石碑を発見したほか、いくつかの建築グループがマヤの他の祭祀センターに見られるような包み道で結ばれていること、そしてその包み道が交差してグループ C の北端で途切れていることを発見した。グラハムは同じ年の寒気にリチャード・アダムスと再びセイバルを訪れ、新たに17号。 18号石碑を発見した。アダムスは、グループ A の詳細な地図を作成するとともに、6地点の四屈調査を行い、土器のサンプルと土層サンプルの採取を行った。アダムスは、このテストピットによる採取したサンプルから、セイバルの先古天気中期から古天気後期後半にまで及ぶおおよその土器変年の把握に成功した。 1964年から1968年まで、ゴードン・アール・ウィリーの率いるハーバード大学の調査隊が本格的かつ集中的な調査及び図化と発掘調査を行った。現在この一石について知られる知見はこの時の調査によるもので、セイバルが先古天気中期初頭から古天気終末まで清水を繰り返したことが明らかにされた。 この時の調査の報告書は、1970年代から順次刊行され、1975年に、ジェレミー・サブロフによる河原家に関するもの、1982年に、レディアード・スミスによる建造物と、トモオサメアナに関するものとサブロフラによる、良質オレンジ河原家に関する分析を掲載したもの、1990年に、 ジョン・グラハムによる石碑と記念碑に関するもの及びゲアー、トゥアーテロによる埋葬に関するものなどが順次、刊行されている。その後、アリゾナ大学の猪ノマタ県を団長とする他国籍で、学際的な調査隊によってハーバード、大学調査隊では行われなかったハイドをふるいに、かけて微細な異物を把握することまで目指した、きめ細かな調査が2005年から行われている。この調査では、 セーバル最大のピラミッド A-24 の基団の調査で、先古典期中期前半のレアル賞の実態がより明らかになったことで早くも注目されている。主なマヤ遺跡の変年表セーバルに人が住み始めたのは、紀元前900年頃の先古典期中期初頭と考えられ、セーバルの変年では、先古典期中期前半は、レアル賞と呼ばれ、 アルタルでサクリフィシオスと類似の正式土器が出土する。マイケルコーは、マヤコーチから、ラカントゥン水系沿いに伝わったと考え、チャパス州コーチで、同時期に見られる皇室の白色土器との関連を、想定するが、ウィリーズ・アンドリュース五世は、この時期の土器は、チャパス州起源の集団がパシオン川流域に移り住んで、セイバルや、 アルタルでサクリフィシオスの最古の集落を営むようになったのではないかと考えている。レアル賞の意向はグループ A に主に見られる。グループ A の中央プラザで検出されたともメめ穴7号で非水性の儀礼用石符が6本十字状に並べられているのが確認された。これはタバスコ州にある同時期のオルメカのセンターであったラベンタにも見られるもので、 5点のレアル賞の土器と、放血儀礼に用いられた穴開け用の道具が1点、炭化物も伴っていた。炭化物の放射性炭素年代測定を行ったところ、期限前9 0 0年頃という測定値が得られた。1960年代半ばに行われた、ハーバード大学の調査では、この、ともおさめ穴が検出された他は、この時期は小規模な集落の家屋のマウンドが、 散在していて、シェシキド時はそれに伴うものとして考えられてきた。しかし、イエール大のイノ又県らの調査隊が、構築物ウェマイナス24の基段に2メートル2メートルの敷屈口を開け、深さ7.5メートルまで調査した。この7.5メートルは、36の層に分、そうすることができ、下の14層から36層まで、 深さ1.7から7.5メートルまでが千古天気、中期前半であった。深さ5.2メートルの創意で、世式時を共犯する高さ5メートル以上の、気壇上構築物が5回にわたって増改築、されている状況が確認され、千古天気中期前半のセイバルの活動は、想像されていた以上に活発であって、公共的な岐壇上構築物が確認されるのは、 先古天気中期後半からとする考え方が覆されることとなった。もっとも、ハーバード大学の調査隊もグループ A の中央プラザと構築物上マイナス14の東側にはまだ確認されていない低い気団を伴う建築物があるのではないかと推測はしている。グループ C では南端にある構築物 C マイナス79の周辺を中心に この時期の土器変が確認されている。しかし、全体としてはわずかであり、本格的な活動の痕跡は未だに確認できていない。グループ D では、北プラザで建物の柱穴からわずかな土器変が確認されている。グループ A では、レアルショーのものを石や漆喰で覆うようにして集落が発展していた様子がうかがわれる。 またエスコバ省の堆積の仮想に、レアル省の堆積が見られるといった状況が至るところで確認されている。グループ C でも構築物 C-79 の周辺で、エスコバ省の土器変は集中的に確認される。しかし、石像建築物は確認されていない。グループ D では、北プラザ、西プラザ、中央プラザ、構築物 d 1号の南方で、 エスコバ省の土器編が確認されている。しかし、量的にも、移行の検出状況から考えて、居住や建築活動は、むしろ、ほとんど行われていなかったと推察される。C-79 仮想神殿の創造図。千古天気候期。千古天気候期の関突世称の時期になると、グループ A での土器の湿度量の増加とそれに伴う、居住の拡大があったと。 ハーバード大学の調査隊は報告書で述べている。グループ A の構築物 A-24 の階段付近でこの時期に相当する時期の建物の床面が確認され、グループ A の大きなピラミッドの仮想には、このような公共建造物を想起させる意向があるのではと推察されている。グループ C では、 構築物 C-79 号に C-79 仮想神殿を確認している。C-79 仮想神殿は、南北9.5メートル、東西5.9メートル長方形のプランを持ち、基段の高さは2.5メートルで西側に階段が設けられていた。またゲアー・トアーテロによって構築物 C-24 から埋葬22号と埋葬30号が確認されている。 グループ D では、土器量の増加、居住の活発化の状況が伺われる。構築物 D-35 と中庭 A にトレンチを入れたところ、祭祀に使われたと考えられる建造物の一部が確認された。他の場所にも直接は確認していないものの、公共建造物が大規模なピラミッドの仮想に埋まっているのではと、ハーバード大学の調査隊は推測している。 グループ A の活動は、この時期にはすっかり衰え、南プラザの一部に居住が確認される程度となる。グループ C では、C-79 仮想神殿が活動を続けているが、他の区域はすっかり衰退している状況である。グループ D では、広場 A の仮想に、カ関途瀬症候判にあたる、時期の祭祀に使用されたと考えられる、構築物が確認されている。 ハーバード大の調査隊は、この時期が、グループ D が、頂点に達した時期であって、セイバルが、ただの村落から、重要なセンターになった時期であるとしている。噴火症になると、グループ A の、南プラザ特に構築物ウマイナス2に、集中的に土器が確認される。グループ C とグループ D にも土器片は、確認されるものの、積極的な建築活動は、 全体的に停止している状況となり、ハーバード大の調査隊は、この状況を一村落に過ぎない状況になったと表現している。噴火症の段階が過ぎると、全く、イバルは放棄された状況となる。テペヒロテ症の時期になると、グループ D ほどではないものの、グループ A の人口や建築活動の増加が目立つようになる。 構築物 A-2 から検出された埋葬17号は放射性炭素年代測定によって AD600 年のものであることが明らかになった。小形文字の階段を伴う構築物 A-14 の仮想構築物はテペヒロテシの後半に作られたと考えられ、小形文字の階段もこの時期のものが移設されたと考えられる。 聖バルサイコの期限745年の日付を刻んだ石碑もグループ A で建てられた。また、石碑22号のもとに確認された、とも、おさめ穴11号も、この時期に相当するものである。グループ C では、3本の包み道の交点に位置する、構築物 C-18 について、調査を行ったところ、表面から80センチメートルほど、最終末の時期である。 バヤル症の体積が覆っていたが、その下層から2000点に上る土器変が確認され、ほとんどがテペヒロテ症に相当する時期の土器変であった。そのため、構築物 C-18 の活動がテペヒロテ症の時期からであることが明らかになった。また、ユニットとして番号が付けられたグループ C の 構築物の小グループのうちユニット C-32 で確認された埋葬23号と埋葬24号はテペヒロテ賞のものであった。グループ D では広場 A を取り囲む構築物グループ D のプラザ構築物 D-12D-30D-32 がこの時期に建設されセイバルの活動の中心となった。 中庭 C で検出された埋葬19号、構築物 D-26 の南側の堆積中から確認された埋葬29号も、この時期のものである。古典気候気中よのこの時期は研究者によって故障が微妙に異なり、スミスはテペヒロテ賞の後半とするが、サブロフはテペヒロテ、バヤルイ候期とする。ここでは、土器変年を行ったサブロフの意見を取り、 テペヒロテ・バヤルイ後期とする。この時期には、グループ D の活動が後退し、グループ A の活動が活発化する。構築物 A-9 から -12 が建設され、石碑5から7号に、この時期に相当する日付が刻まれた石碑が、混流される。グループ C では、構築物 C-18 から、南側へ C-79 へ向かって伸びる。 つつみ道2が建設され始める。またつつみ道2に沿って、球技場 C-9 が建設されたのが、この時期と考えられる。グループ D では、中庭 A と構築物 D-32 に、増築活動が見られる。また、石碑24号が、この時期に混流されている。バヤル省の時期に、他のマヤのセンターが衰退し放棄されていくのを知り目に、セバルは、 繁栄の頂点を極めたとされる。その中心はグループ A であった。高さ18.5メートルに達する聖バル最大の構築物 A-24 と北、中央、南の3つのプラザが完成し、球技場が築かれた。豊富な副葬品を伴う埋葬や多数の友納め穴が築かれ、採取の中心になったと考えられる。 セイバルの構築物 A-3 グループ A の南プラザの中央に位置する。紙面の階段の前にはそれぞれ石碑と祭壇のセットが設けられている。古典気候期週末。また、セイバルの名を知らしめることとなったグループ A 南プラザに構築物 A-3 とその周囲の石碑群がこの時期に築かれた。構築物 A-13 は 一辺18メートルほどの四方に階段を持つほぼ正方形のプランを持つ建物で3段で高さ4メートル弱の基段の上に高さ5メートルほどの神殿が建てられている。神殿の上部は彩色の施された漆喰のレリーフが施されていた。東西南北それぞれ3体の人物像が刻まれ、神殿の角には1体ずつ計4体の人物像が貼り付けられていた。 人物像の間には、再下段に、象形文字が刻まれ、その上中央には座った人物がいて両脇に猿や、鳥などの動物や、模式的な植物が刻まれていた。座った人物の上には、それぞれ2文字ほどの象形文字が刻まれていた。階段の前には、それぞれ四方に祭壇を伴う石碑が、東西南北順に11号、9号、8号、10号が建てられている。 興味深いのは、北側の石碑十号に伴う祭壇の上面に、伝の事情の国文が見られたことである。これは、インドスゴロクと告示していることで知られる、パトリゲームのゲーム版と同じもので、アステカの時代までギャンブルにも使われたことでも、知られている。周囲の石碑二0バクトゥンの長期歴の日付と、メキシコ中央高原風の人物像が刻まれている、こととともに、 古典期終末期のメソアメリカ圏の人の動きについて、研究者間でその性質について議論する材料を提供することとなっている。グループ C においては、バヤル症に構築物 C-18 が完成し、グループ D とグループ A を結ぶ包み道 I と包み道3が築かれた。また包み道2が構築物 C-79 の場所まで伸びるように、 なったことが確認されている。また小規模な建造物のグループである、ユニット群が多数建設された。ユニット C-10 の埋葬28号、ユニット C-32 の埋葬26号、ユニット C-33 の埋葬2号と、埋能以降8号が、この時期に作られた。構築物 C-79、古典飛行機週末。 また構築物 C-79 では高さ3.7メートル、直径17.5メートルの円形に近いプランを持つ建造物が以前の建物を覆って作られた。階段は西側に設けられ、円盤状の石を動物もしくは人物と思われる石彫りで支える祭壇1号が築かれた。丸いプランのピラミッドは メキシコ中央高原や西部に参見されることからも、構築物 A-3 とその石碑群と共に、注目される。グループ D では、D-41、東プラザ、中には A の地表から、バヤル症に相当する時期の土器変が確認されており、包み道3の東端部分周辺に当たることからも、包み道3の構築時期が示唆される。また、 東プラザから埋葬15号が確認されている。セーバルは古典飛行機に入ってティカルの何かの支援によって復興したと考えられる。セーバルについて記録が最初に現れるのはドスピラスの石碑15号に721年10月の日付を示す長期歴の日付と共に登場する。ドスピラス王。 イザムナアーフカオイールの時代に、ドスピラスの力の影響を受けていたと一部の研究者は考えているが、決して友好的な関係とは言えなかったようである。金星が、良いの明星として、初めて出現する735年12月3日に、ドスピラス王、ウチャーンキンバラムは、セイバルに攻撃を仕掛け、セイバル王、イチャークバラムを捕らえ、ドスピラスとセイバルの主従。 支配従属関係が確立した。ドスピラスのこの戦勝については、ドスピラス自身と、双子都市のようにして築かれたアグアテカに武装した、ウチャーンキンバラムが、イチャークバラムを踏みつけているレリーフが刻まれた石碑が建てられている。ドスピラス石碑16号下段部分、ひざまずいたイチャークバラムが刻まれている。イチャークバラムの手の前にある二つ目の文字は、 セイバルの文章文字。上の文字列の上段には、ウチャーン・キンバラムの全身像が刻まれている。古典記七百741年6月23日に、ドスピラス王が、カウィール・チャン・キニチに変わっても、その従属関係は続き、745年と747年に、カウィール・チャン・キニチの監督下で、 セバルの神化が儀礼を行ったこと、746年には、カビィール、チャンキニチの言った、宝物儀礼が、セバルと共にタマリンディートの石碑内石絞りに刻まれている。セバルを、イチャクバラムは、神化の礼を取ることによって何とか一命を取り留め、祖先の、王冠もバラムを祀る病を建設し、奉建した。この病の奉検と同じ日に、カウィール、 チャン・キニチの貢献のもとに、新王、チョック・アンハウが即位したことが、石碑内氏石堀の名文から知られる。イチャーク・バラムは、敗北してから12年後の金星が内号する日に、儀礼としての休儀が行われて、生に家にされた。しかし、ドスピラスの支配もカビール、チャン・キニチがおそらく、タマリン・ディートによる攻撃で761年に退去させられたことによって、 セイバルへの支配権も失ったと思われる。このことによってパシオン川流域、ペテシュバトゥンボンチの諸都市の支配者たちは、おののが、ティカル王など、優越的な王権を持つ、大都市の支配者にしか許されなかった、ムタルの神聖王という称号を名乗るようになった。ドスピラスの王家は、アグアテカに移り、タンテ、キニチが9.16、19.0、14.5意味主に、イミシュ ポップに大いについた。9.17、0.0、0.13、アハウ18、クムクというカトゥンの終了した日に、アハウボットという人物が、セイバルで即位した。アハウボットは、火の男の主人という称号でも知られる。アハウボットの自責については、セイバルの石碑5、6、7に刻まれていて、石碑6号に、アグアテカとの関係を刻んだ部分があるが風化。 魔耗によって解読できないため、独立した王なのか、従属的だったのかはわからない。セイバルの北東1 5トルに位置するチャパヤルに、アハウボットについて記述した名文が確認されている、ことで周囲の都市に何らかの影響力を及ぼしたで、あろうことが推察される。セイバル石碑11号。 マヤ人の主側し花と異なった、イカつくヒゲを生やした、アフボロンハーブタルの立像が刻まれている。古典紀後期終末、構築物 A-3 の東側に建てられている。イバルは、830年頃から開始される、バヤル症の時期から、勢いが強くなるが、このことを象徴する名文が、石碑11号に見られる。アフボロンハーブタルもしくはワトゥルの、 到着という記事である。アフボロン・ハーブタルは、ウカナル王と思われるチャン・エク・ホベトの貢献のもとに、即位し、セーバル王となった。セーバルの構築物ウェイマイナス3の周囲に10.1、0.00のカトゥンの終了を祝う儀礼に5つの石碑が建てられ、ティカル王、宝石、カウイールがそのを儀礼に参加するためにセーバルを訪れた、こと、セーバル石碑15に、 カラクムルのチャンベトがカトゥンの終了を見たという記述があることから、当時のセイバルがペテンテイチで最も力を持つ都市にまでなっていたことを想像させる。さて、アフボロンハーブタルの風貌は、ヒゲを生やしたいかつい人物として描かれ、主な側柴名に描かれるマヤ人と比較して明らかに異質である。石碑19号には、 偶人エイカトルの仮面を被った人物が描かれ、メキシコ風の言葉の渦と表現される吹き出し文様が刻まれている。889年の日付を刻んだ石碑13号にも、この言葉の渦は描かれ、名文として刻まれた長期歴の最初の導入文字にもメキシコ風の四角い枠が付けられている。このことについて研究者の間では、メキシコ湾岸のシカラン号を、 根拠地とした、メキシコ内市な系の影響を色濃く受けた武装した、公益商人の集団であるプトゥンマヤとか、チョンタルマヤと呼ばれる人々が入ってきたのでは、ないかという議論が有力である。こうなどは、シカラン語が、アステカ人に、オルメカシカランカの根拠地と知られていた場所で、ほぼ同時期のメキシコ中央高原の鮮やかな壁画で、知られる遺跡カカシュトラに、 マヤ風の衣装を着てギズエを持つ人物とセーバルの石碑に描かれた人物との図像的類似性を指摘する。また青山和夫はグアテマラ南部のコツマルワパ文化の石碑等の類似性からメキシコ東部からの文化的な影響や人々の移住などの動きがあったことを指摘している。このようなヒマヤ的なメキシコ風の石碑の図像について安木カホは ペテン中央部まで広がり、ヒンバルや、ウカナルなどで認められると指摘しており、このことは、リンダ・シーリーらの主張する、ウカナル王の貢献のもとにアフボロン・ハーブタルの、セイバル王に即位したという記述に調和し興味深い。なお、シーリーとピーター・マ・シューズは、セイバルの、アシ力チから来た人物との立ち会いのもとに儀礼を行ったという記述について、アシノとは、 チチェン一ツアのことであると主張するが、こうは、トゥーラと考えることもできるのではないかと疑問を呈する、ものの明確な結論は避けている。セイバルには、日付の分かっているもので、889年まで17基の石碑を混流し、日付の分からないものを含めるとさらに新しく石碑が、混流され続けたと考えられているが、930年以降は、 放棄されていったと考えられる。聖バルサイコの先古典期中期前半のレアル賞の土器については、1970年代頃から、ロバート・シャーラーや、ギフォードラのグアテマラ北部高地起源とする意見と、メキシコ湾岸ンン起源とするリチャード・アダムスなどの意見、タバスコ州北西部のチョンタルパ平原の起源とする説が有力であったが、ウィリーズ・アンドリュース5世が、 テワンテペクチ教の遺跡や、チャパス州東部の遺跡で見られる土器と、アルタルでサクリフィシオス、セイバルの土器を、表面調整、混和剤、態度について比較して、テワンテペクチ教の土器によく似ているがそのどれでもなく、アルタルでサクリフィシオスの師シ匠シの土器の方が、チャパス州東部のものに似ていてやや古く、セイバルのレアル章の方が、やや新しく、 チャパス州東部の人々がパシオン川流域に入って来たのであろうとしており、最近はこの考え方が有力となっている。アルタルでサクリフィシオスの時は、灰や砂を混和材に用いて、雲母のように態度が光ることがあるが、セーバルのものは、崩壊石が混ぜられていてやや異なるとされる。しかし、千古天気中期後半のエスコバ章から、 先古典気候期の関東世祥の土器になると、ペテンテーチ及び、ベリーズで見られる土器とよく似てくることとなり、この傾向は、アルタルでサクリーフィシオスでも同様で、ペテンテーチの標識遺跡はシャクトゥンのマモム章や、シカネル章の土器と、ほとんど変わらないものとなる。つまり、マモム章のホベンチュド赤色、ピタルニ乳白色、チカネル章のシエラ赤色、ポルベロ黒色、フロールニ乳白色と呼ばれる。 単色土器でローのような鈍い光沢を持つ瓦家である。カン関東浦章の後半には、エルサルバドルの薄タ単色土器を意識したような、波専門用を、木面の縦方向に彩色するものやチブサ型の足を、持つ瓦家が現れる。古典期前期前半の紛古章になると先古典期の土器に対して、ツヤツヤした光沢を持つ、ペテン光沢土器の赤色、黒を呼びた彩色の土器が現れる。 ベースルフランジュと呼ばれる道具の中央部に唾をつけて、幾何学文様を描いた高台のついた広口の、湾形内市、朝鉢型河原家がこの時代の、特徴的な河原家であるが、和尺トーンや、アルタルでサクリーフィシオスのように、テオティカンの影響を伺わせる、時期の土器は発見されず、この時期は、イバル自体も一旦放棄されている。古典紀後期前半のテペヒロテ賞になると、 動物や人物など様々な画像やマヤ文字が描き込まれた華やかな和尺トゥンのテペウ小平行の土器が用いられる。古典紀行期前半のテペヒロテバヤルイ行期及びバヤル症になると、テペウ小的な土器が徐々に消失し、良質オレンジもしくは生態度オレンジと呼ばれる卵型で円形の足をつけた動物中央に同時代の石碑によく似た。 人物像などのレリーフを施した土器が現れる。しかし、庶民階層の蘇生土器については変化は見られない。この良質オレンジカワラケについては、南イリノイ大学及び、ハーバード大学 P ボディ博物館などによる、中性子放射化分析による、態度分析法によって、メキシコ湾に注ぐ河口から、アルタルでサクリーフィシオスに至るまでの薄ましんだ流域で、採取される土を、 同一の態度として焼かれたことが判明した。言語は口述するように、キャッシュと記される。意図的な埋能行為がなされた意向という意味では、いわゆる、デポに近いが、中国のアナグラグラや日本の道卓室土地、ヨーロッパ青動器時代の青動器の一括埋能行為とは、異なり、メソアメリカの場合、宗教的ないし儀礼的な行為としてなされる面が、強く、単純に、 レポということでは捉えきれない概念である。以前は、埋能以降、貯蔵穴と呼ばれることもあったが、宗教性、儀礼性といったその性格を捉えきれているとは言えず、多い国やきは、スペイン語のオフレンだから、蜘物と訳しているが、以降としての意味合いが薄くなってしまう。現中部大学教授の被赦、谷主劇は、儀礼などが取り行われた際に、 備え物が収められてできた遺構についてこの語を当てると述べている。ただし、あくまでも、秘釈谷の造語であり、定まった故障がないことから、月で本校では、用いることとする。青山和夫は、紀元前千年7七百年を千古天期中期、前半、紀元前七百年4四百年を千古天期中期、後半としているが、本校では便宜上、 ハーバード大学調査隊の年代観に従う。本来の故障は、コート A で、建物に、味方ないし四方を囲まれた空間であり、パティオとも呼べる空間でもあるが、住居跡や建物の配置について外説書でも、中庭という表現を使うことがあるので、中庭とした。コート A の場合は、西側の D-26 をはじめ四方を、神殿ピラミッドに囲まれている。 グループ D では、このような、中庭学校と E まで5箇所見られる。ウチャーン・キン・バラムは、支配者3の、即位前からの選手内し軍事的指導者としての、故障である。即位後は、王としては別の名を称したが、石碑の依存状態など、諸般の事情で、解読不能であるため、以下も、支配者3を、ウチャーン・キン・バラムと呼ぶこととする。この人物については、 研究者によって故障が異なり、トゥアーテロやコア、ワトゥルと呼ぶが、シャーラー、リンダ・シーリー、サイモン・マーティンらは、アフボロン・ハーブタルと呼んでいる。このことに関連してシーリーとデイビッド・フリーデルは、構築物ウェイマイナス3は、チチェン・イッツアの構想の墓のピラミッドを模したものではないかと主張している。中性子を資料に当てることにより発生した、 ガンマ線の強さやエネルギーを測定することによって、資料を破壊せずに、元素の種類や重さを分析する理科学的測定法。ありがとうございます。